見たところです。無事、11時頃に名古屋市に到着しました。見事ゴールすることができました。ありがとうございます。もう皆さんのおかげで、本当に無事ゴールすることができまして、ありがとうございます。で今名古屋港にいるんですけども、大変ちょっと天気も悪いし、風もちょっとね、すごい強風になってきましたんで、徐々に、今から U ターンして戻る方向に行きたいと思います。あとね、本当だったらね、もうあと1ヶ月くらい何してもいいよっていう状態だったら三重とか、思いっきり大阪とかにも全然行ける体力はあるんですけど、ちょっと家の家庭の事情があって帰らなきゃなんないんで、もう今日から帰ります。あと10日くらいだよね、今月12日か、まあでもちょっと余裕持ってね、ギリギリ帰るよりちょっと、何時か開けて、家でゆっくりしたいなと思ってるんで、もう今日から帰ります。で、今後、9日10日ってこう経つんですけど、旅も帰り含めてね、今後はダイジェストで1個か2個の動画にまとめてお送りします。帰り道はそんな別にね、特に、来た道戻るだけなんで、そんな感じで、更新していきたいと思います。まだね、ゴールしたとは言ってもですね、帰り道までが旅なので、気をつけて、事故怪我のないように、頑張って、仕事もちゃんとうまくいくように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、時刻は、9時を回りました。あのあと3時くらいまで港で海見てたらいつの間にか寝てました。なんか昨日行った漫画喫茶がちょっとあんまりこうなんつーのあのね眠れななんかあんま熟睡できなかったとか、なんかね、なんだろう、西那須のね、前回の旅の時に行った時ところもそうだったんだけど、なんかね、一部ね、体に合わない、なんか逆にそこ泊まると疲れちゃうみたいなとこがありまして、それが昨日の岡崎市の満喫。あ、ダメだね、なんか全然疲れが抜けなくて今日眠くてしょうがない、なんか頭回んなくてさ。で、あれから、3時頃出て、それでちょっと雨が降ってきちゃったのね。どうですか、関東の方は降ってますか。なんか所沢豪雨注意報なんて俺らの携帯に出てきたけど、皆さん大丈夫ですか。なるべくね、雨強い時は警報出てる時はなるべく出歩かないよね。ほんとね、警報ってのはちゃんと意味があってやってることだから、守りましょう皆さん。で、私は本当にもう昨日寝不足で、で雨の日はほとんどね、自分の力のね半分も出せないっていうね、不思議な感じなんですよね、雨になるとね。で、瞑想しております。で、一度ね、雨宿りとしてゴリバーガーっていうね、愛知県にあるハンバーガーショップで充電とね、一休みさせていただいて、で、のらりくらり、中央競馬場の駅を回ったり、豊明駅の方に行ったりとかしましたけども、この悪天候でも風も結構強いでしょ、これ聞こえるでしょ、これ風も強いしね、これは飲み歩く人はいないかななんて思います。で、なんだかんだうろちょろしてたら、今刈谷市っていうところになぜかたどり着いて今走ってるんですけど、本当何も考えずにどこ行くって決めてなくて走ってたらここの辺に着いたんですよ。こう、どうなるんだろう、このままブラブラして日付変わる時間になるのか、それとも案外ここ来たのが正解だったのか、この2つに1つなんですけど、とりあえずでもせっかくこうやって動き出しているので、ちゃんとね、時間まで、一応12時、そうね、1時くらいまでは、なんぼ振られようが何しようが、通りかかって、見つけた店は
で良さそうだなと思った店は営業してみて、それダメだったらダメでね、まあこれ調子悪い時ありますよ。そら先週もなんか先週はね、雨の日でも結構検討したんだよね。で雨の日じゃなくてバイパスを走っちゃった時はそれでもうなんていうの、ペース崩しちゃってもうダメだったんだよね。2,000〜3,000円くらいしか稼げなかった時あったんだよ。だけど今日は雨ね、だけどそんなに土砂降りとかっていう感じでもないし、もうだいぶもう止んできたし、風が強いだけだから、まあ、あとはもう頑張るのみです、ね。雨にも負けず風にも負けずということで、僕も頑張っていきたいと思いますんで、応援よろしくねということでね。さあ、まあ、一応今日まで経過報告は、1日1度 がということでやってますが、明日からはまた何度も触れましたけども、ダイジェスト方式で、アップしたいと思います。ではよろしく、頑張ります。またです。時刻は1時10分くらいになりました。見事に、土砂降りで、風も強くてですね、もう仕事にならないなということで、まあ、うろちょろしてたんですけども、それでも諦めがつかず、ここは東刈谷駅というところに着きまして、なんとか1軒だけ歌わせていただいたんですが、なんとそこでもですね、1日分をクリアしてしまいましたですね。居酒屋花さんというところが東刈谷駅前にありましてですね、大変楽しんでいただいてですね、僕も楽しく歌うことができました。本当にその節は本当にありがとうございました。昨日同様奇跡的にこう、クリアできたなという感じでございます。まあ、奇跡とは言いましてもね、まあ、もちろん自分の努力はもちろんだし、皆さんの温かい、ご好意も、全て、重なって、必然的に起きたことだということでございます。なので明日からもまた頑張って、営業したいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。